鶴見大学は、横浜市鶴見区鶴見2-1-3に本部を置く日本の私立大学である。1963年に設置された。大学の略称は、鶴大鶴見。1953年に、国文化の単歌として、学校法人総除学園鶴見女子短期大学が設置されたことから始まる。現在は四年生の文学部、六年生の私学部、そして、 短期大学部と大学院及び専攻家を備える人用となっている。さらに、周辺市民に対して、生涯学習セミナーを行い、地域社会に開かれた大学を目指している。また、文部省からの嘱託で、学部とは別に、図書館学講座を1954年から一般に開講している。同家庭の単位取得者は、全国規模で、 各図書館等で活躍している。全国的には、稀な図書館学課程という、学校教育法で定められた正規の課程を長年に、渡り、一般に開校し続けている。相当集計の私立大学である。付属学校大学私学部関係文学部関係、能力があるにもかかわらず、金銭的理由により、修学困難とされる学生に対して、奨学金の給付。 太陽を行い、修学を促している第111回試験結果よりありがとうございます。